ここ最近貧富の差が広がっています。面白いデータが入ってきました。アメリカ人の上位 1% が米国内の全株式の 53.1% を所有、上位 10% が約 89% を所有、そしてボトム 50% がたったの 1% 未満を所有しているんです。21世紀の資本を書いたトマ・ピケティの研究によると、格差は世界大戦でもない限り解消しないということ。投資のリターンが給料の伸び率よりも高いから株を持ってない人は富の蓄積で劣後する、そういう簡単な話。日本にももちろん格差はあります。高齢者夫婦のみの世帯の金融資産額を見ると、3000万円を超える世帯と450万円以下の世帯が増えており、二極化しているんです。そして国全体を見ると、日本はアメリカに劣後してしまっているんです。家計部門の金融資産は1998年以降の20年間で米国では 2.7 倍の9558兆円、一方日本ではたったの 1.4 倍の1830兆円にとどまったんです。その理由は、米国では効果的な資産形成が行われているが、日本では行われていない。日本は銀行預金、定期預金、保険の比率が大きすぎるんです。皆さんはもちろん株をやっていると思いますけれども、皆さんのポートフォリオ、日本株だらけにはなってないでしょうか。それは実は分散できていないんです。機関投資家がベンチマークにしている MSCI の ACWI では、米国が世界の 61% を占めているんです。日本はたったの 5.4%。 もしあなたが日本株しかやっていないなら、この 5.4% に集中投資してしまっているんです。こちらが最新の MSCI のデータ。確かに日本は 5.4% しかないです。そして問題はこの比率がどんどん下がっているんです。確か1年前くらいに見た時は日本の比率 6% を超えていたと思います。こういうニッチを選んできたから、日本人はアメリカ人に資産形成に関しては劣後してしまったんです。アメリカでファイヤーを達成した人たちが何に投資しているかというと、 VTI のような米国株のインデックスなんです。 VTI はアメリカの株式市場を丸ごと買うような ETF で、3000銘柄以上に投資するので分散が効いています。でもアメリカは今後リセッションが来るのではないか。そこまで怯えなくて大丈夫です。過去50年にドットコンバブルの崩壊、リーマンショック、9/11などいろんなイベントがあったにもかかわらず、米国株は年平均成長率が 10% も出ているんです。皆さんが岸田総理を嫌いなことは分かっています。でもありがたいことに、この日本にも制度は整っているんです。イデコ、自分だけの年金、もう政府に頼らずに自分で老後のための資金を作っていけばいいんです。その後に積立NISA、これらをしっかりと走らせた後に個別株投資、やりたい方はやればいいんです。積立プラス福利、これが投資の世界で最もパワフルかつ間違いのない成功への道なんです。そしてもちろんイデコや積立NISAで間違った投資先に投資しないようにお願いします。僕が学んだのは全米株式インデックスファンド、もしくは全世界型株式インデックスファンド、この2択です。